よっしゃ、今日もフォートナイトやっていくよ。な、ブロックか、ここに降りるのは初めてだな。結構こまめに建物が変わってるみたいだからね、動画のネタになればなって。めたいこと言うな。てかここって人気なのかな。端っこの方なのに結構敵がいるね。今まさに敵が降りてきてるな。遅刻してきたものに慈悲はねえ。我がヘビ砂のサビにしてくれるわ。背中がガラ空きですぞ。まずは1キル。て歌舞伎の偏りがひどいな。ヘビ砂外したら済むだろこれ。前段当てるから、平気平気。しかもこの人もデビルハンターしかないのか。みんな武器ガチャ失敗してるな。もうちょっとマシな武器拾わないと。拾おうとしたら奇襲を受ける霊夢。ちょっと、ショットガン拾えなかった。諦めて今ある武器であいつは倒すのぜ。顔出してくれないかしら。さすがに移動してるだろ。しまった、近づかれたらまずい。ワンチャン狙撃で。致命的なハズレ。まずいまずい。あれ？よ振られたみたいだな。ありがてえ。お礼にキルしてあげちゃう。武器拾いに行かんのぜ。資材がないから背中から撃たれたらやばい。このヘビ砂に全てをかける。多分敵は上の方だな。へっしょしか未来はない。頼む建築はしてこないでくれ。破壊できる武器がないしな。見切った。なんとかなったな。序盤からこんな戦いになるとは。とりあえずこれで武器が漁れるな。おお、これは新アイテムの雪だるま。雪だるまになったりできるやつだな。そう、これを使えば雪だるまに変身できるおしゃれアイテム。今回はこれを使って遊んでいきたい所存。ゾンビと戯れている敵を発見。早速雪だるまで近づき、雪だるま語尾が雪だるまになってる。この圧倒的可愛さ、敵は手出しできない雪だるま。普通にしてても気づかれないだろ。雪だるまのカゴがなければ不可能。雪だるま、とりあえず近づきましょう。雪だるま、全然気づかねえや。普通に倒しましょ。雪だるま関係なかったな。ゾンビガリガリだ。ゾンビガリガリって何？説明しよう。ゾンビガリガリとはゾンビを飼っている人を狩るハイパーインテリジェンス戦法である。そんなバカな人造 100% な戦法はしてたまにか。その後移動してたら敵の足音。引きだるま、引きだるま、雪だるまに擬態してやり過ごしたいだるま。その語尾やめて。治らないだるま。ストーム来てるぞ霊夢。敵が通り過ぎるのを待ちだるま。これ絶対気づかれるだろ。大丈夫だるま。足音近づいてきたな。ほら気づかれない。しきりにこっちを見てるが。気のせいだるま。あやべ、移動しないと。絶対バレただろ。このままじっとしてれば気のせいかって思ってくれる。私はそう信じています。だといいけどな。ああ、バレたー。言わんこっちゃない。こうなったら戦うしかない。まずは敵の上を取る運動。ラジオ体操みたいな言い方すんな。このままショットガンで一気に。壁で防がれたな。アサルトの弾がないのが強い。なんで24発しかないのぜ。金ゾンビと戯れてたら持っていかれた。ガンガン管理をババ。この敵倒して奪うから問題マッシング。この敵倒せない説。説立証ならず。倒してから言ってくれ。シールドは削り切ってるし大丈夫っしょ。急にチャラ男みたいな言い方すんな。ほらもたもたしてたら玉が来たぞ。これは計算外です。うまいこといただけないかしら。下からじゃ見えないな。登るしかないか。蹴りがついたようだな。こういう時どうやって登ったらいいかわかんない。こういうところで建築力が試されるな。よ、さらに他の敵が撃ってきてる。こうなったら逃げるしかねえ。霊夢選手まさかの敵前逃亡。回復しないと。しました。さらに雪だるまに変身。ダイナマイト持って近づいてくるぞ。バカめ、油断したな。この勝負雪だるまの勝ちだ。見たかね、マリサくん、これが雪だるまの力だ。そう。その後アンチ内で敵と遭遇。まずはアサルトで先制パンチ。アサルトの弾1発も補充できてないな。どうすい。ショットガンが当たらねえ。建築しないとどうにもならんのぜ。やはり上を取るしかないか。奇跡的に取れそう。このまま上をキープできればチャンスあるぞ。二度と上は取らせねえ。この人に勝てばあと一人だ。待て、上には行かせないぞ。よし、追い詰めた。逃げられないぞ、観念しろ。おい、ちょっと待て、嘘だろ。おお、誰が建築壊したの。リプレイで見てみるのぜ。
これがさっきの戦闘のリプレイ。霊夢は上にいます。自分はどうですか。ゾンビ大嫌い。ゾンビが嫌われる理由を見た。というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。